鳥人間コンテスト選手権大会。鳥人間コンテスト選手権大会。鳥人間コンテスト選手権大会。A 賞、ジャパンインターナショナルバードマンラリーは、読売テレビ放送主催による人力飛行機の対空距離及び飛行時間を競う競技会。百七十七年に、滋賀県大海八幡市の宮ヶ浜水泳場で、第一回が開催されて以降、毎年七月に、 滋賀県彦根市の琵琶湖を舞台に開催され、1980年第4回以降は、同市内にある松原水泳場を会場としている。その模様は、読売テレビ制作、日本テレビ系列で、全国ネットの特別番組として放送されている。参加団体や関係者からは、省略して、トリコンとも呼ばれる。初期のテレビ放送では、タイトルの頭に、飛べ。 栄光の大空へ、というキャッチコピーが付けられていた。第34回、2011年以降は飛ばなきゃならない理由、わけがある。を、キャッチコピーにしている。当初は、びっくり日本新記録内の1競技として、同番組で、第1回が放送され、第2回から単独番組となった。なお、第1回は、鳥人間コンテスト、日本大会、 鳥人間コンテスト日本大会第2回第4回は鳥人間コンテスト世界大会鳥人間コンテスト世界大会というタイトルだった。なお、鳥人間は読売テレビの登録商標、商標登録番号第477万6282号であ。また、第21回から第35回までの放送では大会イメージソングを年代わりで設定していた後日。 参加チームについては、大会の規模が大きくなるにつれて、個人参加から大学のクラブサークル単位による参加が主流になっている。学生時代にパイロットやスタッフとして、当大会へ参加した社会人が鳥人間 OB として、独自にチームを結成したり、出身校や他チームにノウハウや経験を伝えたりすることも多い。近年の放送では、 日本以外の国から参加するチームや著名人が番組、所属事務所単位で挑戦するチームにも焦点を当てている。2010年には岩谷産業が創業80周年記念で特別協賛として参加したため岩谷スペシャル第33回超人間コンテスト選手権大会岩谷スペシャル第33回鳥人間コンテスト 千余権大会というタイトルで実施した。2011年以降も岩谷産業が特別協賛を務めているため岩谷スペシャル鳥人間コンテスト、西暦岩谷スペシャル鳥人間コンテストとして開催されている。また2010年以降の大会では、社内で結成した岩谷クリーンエネルギーチームが他の出場者と同じ条件で滑空機部門に参加している。 2018年までの時点で開催を全面的に中止した年は1997年第21回2009年の2回である1997年は台風9号が会場付近を直撃したため大会史上初めての全面中止に至った2009年には前年のリーマンショック2008年9月15日発生以降に急速に悪化した 世界金融危機により読売テレビの広告収入が減少したことに加え、地デジの設備投資などに伴う全社的な経費削減、安全性の向上を目的とした人力飛行機離陸用仮設プラットフォームの設計変更などを理由に中止に踏み切った。しかし、大会の復活を望む意見が全国の出場希望者から読売テレビへ多数寄せられたことから、 翌年より再開された。大会と収録を毎回7月下旬から8月上旬までの間に実施。近年は収録から1から2ヶ月後に大会のダイジェスト番組を放送している。がついている曲は開催年と発表された年が異なる楽曲である。読売テレビの広告収入の減少及び 設備投資による制作費の見直しによって2009年の開催は中止となったが正式なプレスリリース発表後にエントリーを予定していたチームや長年大会を応援してたファンや視聴者から多数の問い合わせや応援の声、抗議などが読売テレビに寄せられた。中には寄付金を募るから開催してほしいという声が寄せられたほか毎年参加して記録を更新しているチームが ライバル同士という垣根を越えて、連絡を取り合うといった事例が報告されている。これらの声に応えるため、読売テレビ及び鳥人間コンテスト、実行委員会は2010年の開催を決定した。なお、鳥人間コンテスト選手権大会は、毎年彦根市の夏の一大イベントとなっていることから、彦根市は2009年の開催中止を受けて、バードマンサマー2009を開催し、 鳥人間検定、大会の歴史をたどる、パネル展示、紙飛行機作り教室などの催しが行われた。大会の模様は、木曜日の、木曜スペシャル、1979年から1993年、土曜日の、スーパースペシャル、1994年から2003年、ザスペシャル、2004年で放送されてきた。特別番組終了後は、 毎年秋の番組改編期、主に平日が中心に単発特別番組として放送されている。番組 VTR については、基本として制作局の読売テレビ、YouTube が大阪の本社から創出してるが、過去には東京の日本テレビが創出を担当したことも数回ある。2007年に3年ぶりとなる単発特別番組枠、MOXPE が 木曜19時から20時54分に編成され、当番組と同じく YouTube が制作しているベストヒット歌謡祭と同様に同枠で放送されたが、2008年は19時台が YouTube 制作枠、月曜19時アニメアワー、後のアニメ7に当たる月曜日に放送された。2009年は開催中止のため放送されなかった。2010年2011年は金曜日に放送されたが、 2012年は2008年以来4年ぶりに月曜日で放送された月曜20時代が日本テレビ系同時ネットワークとなるテレビ宮崎でも同時ネット。2013年以降は水曜日に放送されているが火曜日と日曜日に放送されたことは一度もない。また2007年から地上デジタル放送ではデータ放送も実施している。2008年からは 従来の通常番組のスポンサーから特別セールスに変更され、2010年では岩谷産業が特別協賛者になったことに伴い、岩谷産業をメインとした複数スポンサーとなった。2007年は地上波での第31回の放送のほか、CS 放送の日テレプラスサイエンス、現、日テレプラスドラマアニメ、音楽ライブにて第27回、2003年、 第29回、2005年、第30回、2006年の模様も再放送された。2003年は当時阪神タイガースが主位だったため、YouTube はローカルで阪神戦を放送し、本番組は後日に改めて放送された、読売テレビ以外の系列局、テレビ宮崎を除くは、裏送りの形で通常通り放送された。2006年には、 イメージテーマソングに森山直太郎の風になってお起用し第30回を記念して鳥人間コンテストサーティースアニバーサリー DVD ボックスが同年10月6日に発売された放送の間には飛行機が残って飛行士だけフライト台から転落してしまう風に煽られたプロペラ飛行機が180度旋回して順番待ちの飛行機に衝突して壊してしまうなど ハプニングも多々あったこれらの飛行士はいずれも失格となった。クロスネット局の福井放送、テレビ大分、テレビ宮崎へのネットの有無は放送される曜日の枠やスポンサーセールス等の関係上年度により異なる。福井放送ではクロスネットに該当する時間帯が限定的なため基本的に毎回同時放送を行っている。2012年は放送日が 月曜日に当たったため、以上の3局では、同時ネットを実施した。2015年には、テレビ宮崎が、フルネット局での放送日、水曜日の深夜、日付の上では、翌日に、時差ネットで放送している。日本テレビ系列局のない沖縄県では、琉球放送が2016年5月28日に、鳥人間コンテスト2015を放送。 日本テレビ系列局での本放送から8ヶ月後の放送であった。2017年には地上波で8月23日に第40回のダイジェスト番組を放送したほか、CS 放送のファミリー劇場で第32回、2008年、第34回、2011年、第35回、2012年、第38回、2015年のダジェスト番組を 再放送。制作局の YouTube では、第40回のダイジェスト番組で公開しなかったシーンを中心に構成した特別編集版を本放送の11日後、9月3日の15時25分から17時に放送している。2018年には YouTube の開局60周年特別企画として8月29日にダイジェスト番組を放送した。 大会のルールは毎回少しずつ改定されており、毎年公式ルールブックが発行される。主な規定には発信時の規定、プラットフォームの標準数値、競技エリア、機体に対する制限などがある。初期はハンググライダーの改良型程度だった参加機も徐々に高性能化が進み、新型機の登場や大記録が出ると、その都度ルールの改定が行われている。 大会に出場する機体は書類審査によって決定される。第37回大会2014年まではフライト中のパイロットの表情や声を放送に反映させる目的で出場許可の下りた機体の一部に番組スタッフがオンボードカメラとボイスレコーダーを装着していた。第38回大会2015年からは装着の対象を出場前チームの機体に拡大。 この拡大を機に出場を希望するチームには書類選考で提出する機体の設計図にオンボードカメラの装着位置を記載することを求めている。出場許可の下りた機体には審査の合格を示す OK のステッカーを配布。このステッカーを貼った機体のみ大会へ出場できる。失念してしまい貼っていなかった場合や故意に剥がすなどで ステッカーの欠落が発覚した場合は失格となる。機体の発信は、プラットフォーム上の審判員が、ゲート、オープン、と言って、白旗を上げれば、可能となる。下実するとおり、白旗が上がっていない時に発信すると、不正スタートとみなされて、失格となる。人力飛行機の技術開発の進展や番組の放送形態の変化に伴い、競技部門は、 開催年度によって大きく変化している。第2回、1978年に人力プロペラ機がエントリーしたが、コミックエントリーとして扱われた。実際にまともな飛行性能はなかった。その後、飛距離が伸びる人力プロペラ機が出現し、第10回、1986年に競技部門は滑空機部門と人力プロペラ機部門に分けられ、以後は、 滑空機と人力プロペラ機は一緒に競技することはなくな。第28回2004年から滑空機部門については機体の制限値があるフォーミュラとそれがないオープンの2つのクラスに分けて行う。人力ヘリコプター部門についてはプラットフォームから安全な離陸ができない恐れを考慮し、第27回2003年をもって廃止された。 人力プロペラ機部門では、第27回、2003年で 34km の限界点に達したため、第29回、2005年からは 18km 地点での折り返しが導入された。当初は、前回の第28回、2004年でのルール変更の予定だったが、天候不良により人力プロペラ機部門が協議、不成立だったため、事実上この回からのルール変更となった。 第32回2008年大会では 36km の限界点に達したため、第33回大会2010年から 20km 地点での折り返しに変更された。第40回大会で渡辺優太が 40km の限界点に初めて到達。第41回大会からは最長 60km のフライトへ対応できるように折り返し点を2箇所に増やしている。 人力プロペラ機タイムトライアル部門は、所定のコース、往復コースをフライトするのにかかった時間を競うもので、第30回、2006年において、初めて実施された。第32回、2008年までは 1km 地点で折り返すルールだったが、いずれの大会も完走できたのは1チームのみであった。第33回、2010年より、 半分の500メートル地点での折り返しに変更され、初めて複数のチームが完走した。各部門の太字になっている記録は、現在の大会記録。2007年の第31回大会において、九州工業大学の女性パイロットが離陸直後に、落下、負傷し、脳脊髄液減少症という後遺症を患うことになった。この女性パイロットは、2013年に、 読売テレビと当時席を置いていた九州工業、大学、人力飛行機を制作したサークルの顧問、リーダーや設計責任者や制作責任者などの幹部学生らを相手取り、4305万8800円の支払いを求める裁判を起こしている。大会によっては、プラットフォームでのパイロットインタビュアを兼ねることがある。第41回大会時点での担当、 上記の出演者以外にも、毎回数名のタレントや芸人が、ゲストや注目チームのリポーターとして出演。パイロットでは、宇宙飛行士の若田光一が、第11回第13回、1987年から1989年に、九州大学チームの一員として参加したほか、以下の芸能人も出場している。その他には、著名なレーシングカーデザイナーでもある。 ユラタクヤの試息もパイロットで参加している。また、第35回のチーム吉本100周年では、魔の後輩にあたる漫才コンビ、ウーマンラッシュアワー、ジャルジャル、かまいたち、スマイル、天竺ネズミ、銀シャリ、藤崎マーケット、スーパーマラドーナが、期待の制作に協力。第36回、2013年の滑空機部門には、同部門の新記録に挑戦すべく、 人力に複数のペットボトルロケットを併用したヨネムランジロウ設計の滑空機が参考記録扱いの特別枠で登場した記録は99.80メート楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。